鎌倉時代末期から南北朝時代の武将で秋毛利氏の当主、毛利教皇の四男、大江広元の彦にあたる。戦国時代に中国路の覇者となる秋毛利氏の祖である。吉田軍山城の築城者とされ、若き頃の靴の木正茂に標法を教えたという伝承もある。文永七年、父より越後沢市総南城、秋吉田僧の自動職を譲り受ける。 六原表情集を務め、河内に邸宅を持った。当時の執権、北条時宗の返記を受けて時親と名乗ったと見られるが、この時期の活動については不詳である。玄徳二年、秋吉田僧の自頭職を、孫の親孝に譲ると、元孝三年、昭郷二年の鎌倉幕不滅亡後に隠居するが、南北朝の騒乱が勃発すると、この定地か、 孫の親子は、南朝方につき、越後の毛利領を拠点に活動したため、秋の自当職を取り上げられ、苦境に立たされた。しかし時親は、創村の元春を北朝方の足利高氏に味方させ、自らは、兼務三年に秋吉田僧に下校し、育ちか、親子の北朝方への基準を取りなし、共に秋に下校させることで、秋における毛利氏の勢力の維持を図った。 県務4年、彦本春へ、秋吉田宗を上渡し、略王4年に死去した。令和2年、毛利元春が足利義満に対して本領安堵を申し出た書状では、県務3年7月に時親より上与されたとあり、義満と今川貞代よ,より初判を得た。ありがとうございます。